江戸技の特徴は魚によって竿が分別されてるんですよ。あとは日本産の竹を使うってことと、全て使う材料が自然のもの、絹糸とか漆を使うとか。使い心地なんですけれども、よくお客様がおっしゃるのは、化学素材にはない竹独特の釣り味の良さ、魚とのやり取りが楽しいっておっしゃるお客様が非常に多いと思います。いつも心がけているのは、使ってもらったお客様に良かったと思ってもらえるような竿を作ることを心がけています。合わせて江戸和竿の歴史は200年を超えています。その間、先輩たちが培ってきた技術を継承して、それを自分の作った竿に反映して、しっかりとお客様に届けることが大切だと思っています。